し、お出口は右側です。西武国分寺線、西武花子線は上り替えです。 The next station is 国分寺 JC16. The doors on the right side.
下川原線は1910年、多摩川の砂利採取を目的として東京砂利鉄道として開業しました。採取した砂利は神田、上野間の高架線路の建設に用いられました。1933年には東京競馬場へのアクセス路線として活用すべく、途中で分岐させ東京競馬場前駅を新設、同時に旅客化しました。1944年には途中の富士見信号場に仮乗降場を設置し、信号場横にある東芝府中事業所へのアクセス路線を兼ねることになりました。この乗降場は1956年に駅として昇格し、北府中駅となります。しかし1973年、路線の大半が新設された武蔵野線と重複することになり、旅客輸送を廃止。残る北府中下川原間は武蔵野線の貨物支線として存続しました。しかし北府中下川原間も1976年に廃止となり、下川原線は全線廃止となりました。
Thank you.